オーガニックの食品店をやっておりまして、自然食に触れていただく機会を設けたり、はい、あるいは料理教室もやっております。同時に一日の音工房ミルカという工房でオカリナを作ったり演奏したり、それから制作の体験ですね、そういったことも。すごい入ってくる。によってそういうものにまた興味を持ち出してっていう。やっぱり彼らは内臓の病気がすごく少なくて、実際に生活体験して、あ、こういう生活が薬がいらない健康な生活なのかなって思って抑えます。今日で2、これがラなんですよ。4、5。あ、いいですね。